麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようなこの島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ソロとブルックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、
なくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のためにザ俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたち、この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。おーい、この辺りには流れ着いていないよ。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。やるぞ。お前たちの相手は俺だ。俺は戦士だ。みっともド派手にぶっ放す。マナーがなってねえの。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。やるか。強いやつはいねえの。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。ジョッパ、こいつも俺たちに出てけと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパ。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。ウソップ！ウソップが食べられちまう！ ウソップ！待ってろ！今行く！行くぞ！
めまいが全部まとめてぶっ飛ばしてやる。くらえ、俺たちの邪魔はさせない。よし、やる気今行く。なめんじゃねえ。マナーの悪い野郎だ。マナーがなってねえの。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしね。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる。間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。行くぞ。つかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。よっ、はっ、はっ、近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞクソゴリラ。なんだまたかよ。どけ猿。ある、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。私たちは進まなくちゃいけない。支援フルール、デルフィニウム。ギアセカンド。
ゴムゴムのジェットウィング。この喧嘩、よっしゃ、ここまで腕が上がる。今なら強い怪物。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。クソゴリラ、今すぐナミさんから離れられ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。三刀流奥義、三千世界。
いけるか。そっちか。二刀流、いよい。羅生門。ゾロも見つかった。あとはブルックだ。ナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい、待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。あの光はなんだ。うし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。おこいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。フードバーサー、立憲運転。立て直すわよ。危ない。ジョッパーサー、なんだよこれ。
あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコロビンがいるのだ。女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。
ちぃ。ゴムゴムのジェットバズーカこんなものはつばつけときゃ治る。塩ビマヨネーズ鬼切れ。おいお前、今行く。おら、奴には負けぬ。よー、俺、こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうでは。さて、あっちな、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんか出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次へと、一体何だってんだ。ウソップ危ない。往生際の悪い野郎だ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ、刀が重いだと。みんな下がってろ、俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。俺に任せろ。な
ちり肩をつ。そこどき。舐めないでね。任せて。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前、お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの。この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海のものです。だが偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌な奴ばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ。これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか。悪魔の知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら。大丈夫、
飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなものだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か？また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。
ゾロ、やっちゃいなさい。なんで人任せなんだよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。これでどうだ。やるか。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。あたしだってやるときはやるんだから。引かねえ。そっちか。刀のためにしてやる。船長の邪魔だ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。よし行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。洞窟にわざとらしい宝箱なんて出来すぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。から抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋まさか崩れたりしねえよな。
戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろマリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな、こんな奴らに負けてられっか。何やろうっての。次はないわよ。マナーがなってねえの。次はないわよ。その程度だ。行くぞ。邪魔ね。ライト。効かねえな。その程度だ。反撃開始だ。効かねえな。刀のためにしてやる。俺の仲間に。情けない姿を見せちまった。行け。俺の出番。邪魔だ。マナーがなってねえよ。怪我はないかい。アルサンジ君、お気遣いあり。マリモのやつには負けぬ。あたし、俺、モッツさん、島、キロです。あの島、なの。ここ止めろ。なんでだよ、上陸し。島に近く、嵐、ね、黙って飛び降り、監視を。これって飛んでいったキューブじゃない。どうすりゃいいんだ。食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。お、なんだ。あ、うわ、あ、あ、あ、急に体が軽くなったな。
思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。伸びるな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。ゴムゴムのガソリンだ。レディーが待ってるっていうのに、まったく俺に任せろ。切り替え。よっと、任せて。俺は負け。ナミさん、なめんじゃねえ。圧倒的に俺が。この力があれば、しかし、あたし、この少し力。させぬ。バースカウト。やるぞ。ゴムゴムのバズーカ。何？やろうっての？行くわよ、サイクロンステップ。ハコボレス、そっちか。そこどけ。大剣も力がも海の顔か。お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。やるぞ。ゴムゴムのガソリン。行くわよ。ミラージュ。レディーが待ってるっていうのに。バースカウト。修行にはちょうどいいな。竜巻。いや、俺たちの邪魔すん。圧倒的に俺が活躍したからといって悔しがる。私の予報こんせ
こから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。切れたな。くそ、まだ腕がない。よし、行くか。あた、まずい。レディーが待ってるっていうのに。バーストート。肩慣らしと行くか。その程度だ。どうすっかな。次はどいつだ。どっキャッしかっ、やっここ俺の。いるのか、こんなところに。お前ら遅れるんじゃねえぞ。ゴムゴムのガソリンだ。レディーが待ってるっていうのに。まっ、ムートンショット。入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。おい、ルイ。てめえらか、ずっと見てやがったのは。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。強えな。ゴムゴムのガソリンだ。情けない姿を見せちまったな。行くぞ竜巻。天候の科学特ミラージュ。効かねえな。なってねえよ。情けない姿を見せちまったな。行くぞ、ゴムゴムのガソリンだ。刃こぼれすら。そこをどけ。天候任せて。ナミさん。
なめんじゃねえ。あの地獄のに俺はマリン、ここかい。何か言ってるな。チョッパー、訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い、でもお前ら助けてくれた、だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。いざ、そこに俺たちが通りかかったわけか。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。メル、ああ、お前ら遅れるんじゃねえぞ。レディーが待ってるっていうのに。俺わざメルでは、ああ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったかな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな。キューブ、逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像、強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。ほぼ。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだ。ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか。そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。
アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったもんだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。さっさと片付けるわよ。行くぞ。ゴムゴムのガンダリング。見たか、これが黒カブトの威力。あたし、危険な天候にご注意ください。ゴムゴムのガトリング。効かねえな。刀の旅にしてやる。お前じゃ悪く。大きなキューブはそこに。ああ、その女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。はっ、ぶった切る。邪魔だ。何がおっかよ。任せて。
私にかかればこんな。ああ、その可能性は高い。リムがそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだが。なんだこりゃ。こっちだ。早く来い。お前ら遅れるんじゃねえぞ。ゴムゴムのガソリンだ。俺に任せろ。命まで取るつもりはねえ。力を試すにはうってつけだね。あ、よし、わかった。切り替えのありそうな相手だ。竜巻！行くぜ！よし！海の こいつが。イカズチの巨像の潜む雷鳴の遺構だ。部活に近寄るなよ。強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。ゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。ああ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。私一人じゃ。よし、ゴムゴムのバズーカ。切り合いのそこだけ。おう、俺が相手。これでどうだ。
原稿に行くわよ。どう？力が戻ってきてよ。果たしてよ。今なら俺のベザリアに興味が？探検家として興味ないわけがなかろうよ。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷は床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか？そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな？あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。結局この光は何なの？この程度なら俺に任せろ。竜巻！俺が相手だ。ゴムゴムのガンソリンだ！俺は戦士だ。ど真ん中だ。行くわよ。任せて。こんな。逃がさねえ。俺はコンボリ。なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。なんかお呼びじゃ。任せて。あれ。さらよ。へへ。私のよ。俺は今なら。俺。お、さっきの装置、今度は二つあるみたいだな。なんか光ってんな。さっさと片付けるわよ。
修行にはちょうどいいな。竜巻！どうすっかな。ゴムゴムのバズーカ！まだやる。俺は。光る壁を消さねえと雷の巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。お前ら遅れるんじゃねえぞ。竜巻！もう気は抜かねえ。ゴムゴムのバズーカ！おう、止まんなきゃだ。俺は、いや、俺に。あったぞ、装置だ。手にとって不足なし。鬼切れ。あ、力。よっ、やった。よし、来れたぞ。便利な体だな。今の力を試すにはうってつけだな。竜巻！さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのバズーカ！俺が。
この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー、お、ようやく出れたぞ。しっしっし、暴れるぞ。ゴムゴムのガソリンだ。俺の出番か。鬼切れ。狙うならあっちにしなさいよ。やっと俺の出番か。今行く。なめんじゃねえ。行くぞ。よし、行くか。邪魔だ。ゴムゴムのガソリンだ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。鬼切れ。間違ってもレディーに手出すんじゃねえぞ。今行く。バーストート。修行の顔。おい見ろ、下だ。かなり上から伸びてきてるみたいね。よし、よし、下も見てみようぜ。こいつがイカ槌の巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだわ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。こいつ強えな。ゴムゴムのバズ。反撃開始だ。今行く。バーストート。きっちり型をつけるとするか。竜巻。さて、お手並み拝見だな。動けねえ。その程度だ。よし、行くか。鬼切れ。
程度だ。ゴムゴムのバズーカ。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは。調子がいいぞ。俺は力、俺がキャプテン。私の成長は止まらないわ。みんなの役に立ってみせる。力を取り戻せたみたいね。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものはつかめねえよな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん、なんだ、こいつは。どうしたアディオ。いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。ずいぶん大きなキューブだけど、こんなの体に戻るの？そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ。さあな、俺もキューブが戻るところは見たことがねえからな。食うのかな。こんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考えるのはそれからよ。おっとっと、
してもさっきの行こう。ずいぶん雷の関係。よし、かかってこい。来いよ、切られる覚悟。竜巻、行くぞ。ゴムゴムのガソリンだ。技の切り、俺の力。それにしてもさっきの移行、随分雷の研究が進んでいたわ。嘘をつくまでもねえ。さあ、切りがいのありそうな相手だ。竜巻、やるぞ。ゴムゴムのガソリンだ。あ、それにしてもさっきの移行、随分雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリーで学んできた波がそういうなんて相当ね。その研究の結果、あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやれ。お前らいい加減にしろ。何しやがれ。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。見て、小さな砂浜のところ、奥にいるの、そうじゃない？リムどれ。ああ、あれはリムで間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワッフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだな。でも、あ、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると、自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。ああ、
なんだかここは。ここはキューブを自由に扱える空間よ。すげえ、不思議空間だな。不思議、まあ呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここ思い出の世界？ええ、あなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。思い出の世界ね。旅立ってからどうするの？聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように、思い出の世界で成し遂げたことをもう一度やるのよ。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国。思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。